西大宮では規模115ヘクタール、計画人口が1万3000人による UR 都市機構による区画整理が入っております。また、土地の面積を135平米ないとお家を建てちゃいけませんよっていう条例が、あったりですとか、道路からお家の間を1メートル以上空けないとお家を建てちゃいけませんよという厳しい条例があることによって、より綺麗な街並みを形成させていただいている場所になっております。同じ街並みなんですけど、やっぱり一棟一棟こう低別設計で作ってますので、やっぱりそこの部分で個性が出たりだとか、前に西大宮で販売した時なんかはワークショップっていうのをやりまして、家庭菜園コーナーっていうのを設けて、そこで野菜だとかそういったのをこう育てるイベントなんですけど、そういったところで仲良くなれる一つの、つながるじゃないですけど、そういった街にできればなっていうところは思ってます。やはり一軒一軒皆さんに安心してお住まいいただくっていうことが一番だと思ってますので、そういった意味では地域の特徴と文化を生かす街づくりを行っていきます。実際生活していく上で、ここがこうだったらいいよねっていうのをこう自分の経験からも盛り込めるような空間を作りたいなっていうのは常に思っていて、主婦の方が一番やっぱり長くいる空間ってキッチンだと思うので、キッチンに立ちながらお子様に目が届くとか、お手入れのしやすさだったり、家事動線が確保されているっていうのはすごく気にしてプランニングをしています。リビングっていうのはやっぱり家族が集まる空間なので、いろんなテイストがあっていいと思うんですね。その中でも根本は家族が集まって癒されるっていうようなところも重視して、広さとか明るさとかも取り入れられるようなものにしていくと思います。